大作品、眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスは古くからゼウスとアンティオペを描いたものと考えられてきた。パリ、ルーブル美術館所蔵。クピドの修作素描。ロンドン、大英博物館所蔵。キューピッドの教育は、ルネサンス期のパルマを中心に活躍した画家コレッジョが,が1525年頃に制作した絵画である。 ギリシア神話のヘルメス人に教育を受けるエロスを主題とするが古代神話に転居となるような物語は確認されていない。制作年代は諸説あるが主に1523年から1528年の間とする点では一致している。眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスと共にマントバのゴンザーガ家の人文主義サークルのメンバーだった。 ニコラ・マフェイによって発注されたとみなされており、両作品の成功が有名なユピテルの神話画連作をフェデリコ2世イゴンザーガに注文させたと考えられている。二つの絵画は長年にわたって同じコレクションに所属したこと、イングランド国王チャールズ1世の時代に制作された複製が天上の愛及び地上の愛のタイトルで記録されたことなどから、現在では シンプラトン主義的な愛の偶意を描いた大作品と考えられている。すなわち本作品が精神的、理性的な愛を意味する天井のヴィーナスを表すのに対して眠れるヴィーナスとキューピッド、サチュロスは肉体的、感能的な愛を意味する地上のヴィーナスを表すとされる。本作品の紙幣は切断されており、メルクリウスの左足の膝が失われているほか、 眠れるヴィーナスとキューピッド、サチュロスに比べて高さ、横幅ともに30センチ以上小さくなっている。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。深い森の中で、メルクディウスは紙片に記された文字を指さしながら、読み方をクッピドに教えており、クッピドもまた指で文字を追いながら熱心に学んでいる。そして、ヴィーナスは二人のそばに立ち、その様子を鑑賞者に向かって示している。 ビーナスは、息子クッピドの弓を脇に抱えている。いたずらが好きなクッピドは、弓矢で言った者の心を、制御不能の愛で満たしては、様々な悲劇を引き起こしていた。女神は、そんなクッピドから弓を取り上げて、メルクリウスを教師としてつかせることで、息子の無知を晴らそうとしている。ビーナスの背中に描かれた一体の翼は、女神の天上的性格を表している。 ルネサンス期の北、イタリアではビーナスが翼を持った姿で描かれるケースが知られている。本作品の発注者とされる、ニコラ・マフェイは、フランチェスコ2世の時代からゴンザーガ家に仕えた人物で、続く、フェデリコ2世の知性においては神聖ローマ皇帝カール5世とマントバを結ぶ外交官として活躍した。また当時から、古代彫刻の愛好家、 美術コレクターとしても知られていた。この人物が発注者の有力候補として挙がったのは比較的最近で1589年に作成されたニコラ・マフェイの孫の財産目録が発見されたことによる。そこにはマフェイ家が所有していた129点の絵画と31点の彫刻がリストアップされており、そのうち邸宅の寝室に飾られていた16点の 絵画の冒頭4作品に、コレッジョの2作品が記されている。この2つが、眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスとキューピッドの教育であることは疑問の余地がない。コレッジョの手になる、眠れるウェヌスとクピド、王位を取るサチュロス、アドニスを伴う、背中をあらわにした、ウェヌス、コレッジョの手になる、メルクリウスの教えにクピドを導くウェヌス、ウェヌスとクピドを伴う、 矢を鍛えるウルカヌス当初、所有者に関する最古の記録は1627年のゴンザー崖の財産目録だったので、両作品を発注したのもゴンガーザ家のイザベラですってか、その息子フェデリコ二世と考えられていた。しかしより古い記録が発見されたことで、美術コレクターとして有名だったニコラ・マフェイが新たに発注師として考えられるに至った。 図像的厳選ビットーレカメリオ作、ウルカノスの夜勤とメルクリウスの教育、ロンドンのビクトリアアルバート美術館とベネチアの可道炉の二つのバージョンが知られている。ベネチアでは有名な作品だったらしくビットーレ、カルパッチョによって模写されたことが知られている。この資料の興味深い点は一つに、 コレッジョの大作品が並記されず、作者不詳の作品を間に挟んで記載されている点と、もう一つは本作品に続いて、やはり作者不詳の作品、ウェヌスとクピドを伴う、矢を鍛えるウルカノスが記載されている点である。このうち校舎の2作品はそれぞれ、メルクディウスによるクピドの教育と、ウルカノスの夜勤という主題を扱っている。 この二つの主題は15世紀から16世紀の北、イタリアに作例が知られている。特に本作品の先行例として注目されるのは、ベネチアの彫刻家、金細工師、ビットオレ・カメリオが制作したブロンズ製のレリーフ、ウルカヌスの夜勤とメルクリウスの教育で、一つのレリーフの中に、メルクリウスによるクピドの教育と、ウルカヌスの夜勤の主題が彫刻されている。 中央から右側にかけて、翼を持たないクピドがビーナスに抱えられ、単野神、ウルカヌスの鍛えた翼を受け取る場面が描かれている。またその左側には翼を得たクピドがメルクリウスから教育を受ける場面が描かれており、翼と知性を得ることで、より工事の領域へと向かう魂の象徴としてのクピドが表現されている。このうち、メルクリウスによるクピドの教育を描いた部分は、 本作品と一い類似点が見られ、またクッピドを抱えたビーナスが翼を持った姿で描かれている点も注目される。ピエール・ヤコポ・アラーリ・リボナコル氏の1520年頃の作品、キューピッドに読みを教えるメルクリウス。ウィーン、美術史美術館所蔵。この主題を扱った当時の図像は、絵画よりもむしろ彫刻に多く、イザベラ・デステの周辺でもよく知られていたことは、 フェデリコ2世が建設したパラッツォデルテの天井装飾にメルクリウスの教育とウルカヌスの夜勤が見られることやイザベラデステ自身がピエールやコポアラーリボナコルシ作のブロンズ像クピドに読みを教えるメルクリウスを所有していたことから伺える。したがってゴンザーガ家の人文主義サークルと密接な関係を持ち彫刻作品に 造形の深いニコラ・マフェイがこの主題をコレッチョに委託した、あるいはコレッチョが彫刻作品を愛好する注文主の思考を理解した上で彫刻作品に多い主題を絵画の題材として選択したと考えられる。文学的源泉文学的源泉としては1499年に出版されたフランチェスコ・コロンナの小説ポリフィロの夢が挙げられる。この小説は 恋人ポリアを探す主人公ポリフィロの遍歴が語られており、その過程でポリフィロは様々な古代の遺物と出会う。そして第五章で巨大な門に遭遇したポリフィロは左右の柱の機体部分にメルクディウスの教育とウルカノスの夜勤の両主題がレリーフとして彫刻されているのを目撃する。すなわち右側では翼を鍛える男と幼い息子を 抱きかかえた翼のある女性が描かれ、左側では同じ女性が息子を教育者である一人の男性の元に導いている。そして男性は彼女の息子に三本の矢を見せて使い方を教えている。コレッジョの絵画ではメルクリウスが教えているのは文字であり、ポリフィロの夢と異なっているが、図像ではどちらの例も見出せるため交換可能なモチーフだったことがわかる。 一説には、イザベラ・デステが所有していたボナコルシのブロンズ像が、モチーフの変更を促したとも考えられるという。1960年代のローレン・ソスと、エゴン・フェア・ヘインの研究以降、キューピッドの教育と、眠れるヴィーナスとキューピッド、サチュロスは、ヴィーナスの愛の二つの側面を表す、大作品とみなされている。ソスは両作品に共通する、文学的源泉として、 ポリフィロの夢を挙げ、キューピットの教育が、第五章の巨大な門のレリーフ彫刻に関する記述と類似し、また、眠れるビーナスとキューピット、サチュロスが、泉の妊婦の規範がと類似していることを指摘し、それぞれ、天上のビーナスと地上のビーナスを表すとした。しかしソスが根拠とした部分は、作中では関係性がなく、 体になっていないことなど複数の問題点があった。そこでフェア平原はクピドに着目し、両作品に描かれたクピドがそれぞれ天上の愛と地上の愛を表すと考えた。フェア平原は主題をエロスとアンテロスとし、図像的源泉としてビット・オレカメリオのレリーフを取り上げて、キューピッドの教育は画面左のメルクディウスによるアンテロスの教育を描いたものだと主張した。 しかし、眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスに描かれたクピドをもって、地上の愛とミナス点については、根拠が薄弱である。フェアヘイエンは、ライオンの毛皮の上で眠るクピドの主題を、ヘラクレスに対するクピドの勝利とし、地上の愛を表すと主張した。とはいえ、大作品とする両者の説はむね、受け入れられている。ただし、絵画のいくつかの状況は両作品を対作品と、 見直すことに疑念を起こさせる。一つは両作品のサイズの違いである。キューピットの教育の155-91.5センチに対し眠れるビーナスとキューピット、サチュロスは 188.5×125.5 センチで本作品が切断されていることを考慮してもその差は大作品と見なすには大きいと指摘されており、また、 制作年代も両作品の間には少なくとも一年の開きがあると考えられている。そのためはじめにキューピッドの教育が制作され、後になって新たに眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスが付け加えられたと推測する研究者もいる。ビーナスの大作品は当初はマフェイ家のコレクションに含まれていた。本作品が好評だったことは、 同じパルマ派の画家ジローラもマッツオーラ・ベドリによって複製が制作されたことから伺える。大作品は17世紀にはゴンザーガ家のコレクションに加わっており、1627年に作成されたフェルディナンド一世、ゴンザーガの財産目録に記載されている。当時のゴンザーガ家は財政が逼迫しており、財産目録の作成は、 一族の所有するコレクションを競売にかけるためでもあった。その後イングランド国王チャールズ一世が両作品を購入し、1639年にはロンドンのホワイトホール宮殿にあったことが確認できる。この頃に画家ピーター・オリバーやジョン・ホスキンズによってミニアチュールの複製が制作されており、特に前者が制作した水彩画は、 チャールズ一世のコレクションに加えられ、天上の愛と地上の愛のタイトルで知られていた。しかし、新教と革命によって、チャールズ一世が処刑されると、王のコレクションは、競売にかけれ、大作品はそれぞれスペインとフランスの間で、離れ離れになった。眠れるビーナスとキューピッド、サチュロスは1000ポンドで、ドイツの銀行カエヴァーハルとジャバッハの手に渡り、 さらにフランスのジュール・マザラン数キ教によって購入された。一方のキューピットの教育は800ポンドで1651年10月23日にイギリス王室のガラス職人トーマス・バグリーに売却された後1653年にスペイン大使アロンソ・デ・カルデナスが400ポンドで購入した。カルデナスはチャールズ一世のコレクションが競売にかけられるであろうことを いち早く予測し、熱心な絵画コレクターであった、フェリペ四世に伝えた人物で、実際に競売が始まると、最初ルイス・メンデスであろうの代理人として、絵画の購入に当たった。ルイスは入手した、キューピットの教育をフェリペ四世に献上する、つもりでいたが、宮廷画家、ディエゴ・ベラスケスが、コレッジョの作品とすることに異論を唱えたため、献上するのを取りやめて、自身の財産に加えた。 絵画は、息子のガスパール、メンデスであろうが所有した後、彼の娘カテリーナであろうイグスマンが、第10代、アルバコフランチェスコ・アルバレスデトレドと結婚したことで、アルバ公爵家にもたらされ、第13代アルバ女公爵、マリア・テレサ・カイエターナでシルバが死去する1802年まで、公爵家が所有していた。カイエターナが死去した年、第7代、ディーリア公爵。 カルロス・ミゲル・フィツ・ハメス、ストゥアルト・イ・シルバは、ケ視のない公爵家に代わって、アルバ校を継承したが、カイエーターナの親族が訴訟を起こしたことを受けて、スペイン国王カルロス四世は、カルロス・ミゲルに対して、最小マヌエル・デ・ゴドイに絵画を売却するよう命じた。ルーマニア、ブルケンタール国立博物館所蔵。アン・イコール・エイコール・ロアール県。 シュノンのカトリーヌ・ド・メディシスの寝室に飾られたキューピットの教育。ゴドイは事実上スペインの実権を握っていたが、1808年に失脚するとジョアシャン・ミュラはゴドイの絵画と財産を没収してナポリに移した。1815年、ワーテルローの大敗後、ミュラはナポリを奪還しようとしたが果たせず捕らえられて処刑された。未亡人となったカロリーヌは、 コレッジョの絵画と共に、ウィーンに亡命した。カロリーヌはその年の後半に、アイルランドの第3代ロンドンデリー公爵チャールズ・ウィリアム・ベーンに、キューピッドの教育と同じくコレッジョの絵画、エッケ・ホームを売却した。さらに1834年、ロンドンデリー公爵は両作品をナショナルギャラリーに11500ポンドで売却した。こうして絵画は、右曲折を経て、再び、 イギリスに戻った。現在は同美術館の第8展示室にて展示されている。本作品は多くの複製、模写が知られており、そのうち3つを実際に見ることができる。複製の1つは、フランス、シュノン僧城のカトリーヌ・ド・メディシスの寝室に飾られており、もう1つは、ルーマニア、シビウのブルケンタール国立博物館に展示されている。 神聖ローマ皇帝ルドルフ2世は本作品の複製を所有していたが、プラハの戦いの略奪でスウェーデンに移り、複製はクリスティーナ女王のコレクションとなった、ノチオルレアンコレクションに加わり、現在はブリュッセルのウリセル公が所有している。ロンドン南部ダリッチの美術館、ダリッチピクチャーギャラリーに所蔵されている模写は18世紀頃のもので、メルクディウスが省略され、 クピドの姿が反転してビーナスと向き合う形をとっている。ビーナスが持っているものもクピドの矢に変わっている。ピーター・オーリバー、ジョン・ホスキンズが制作したミニアチュールの複製はそれぞれイギリスのロイヤルコレクションとバーリーハウスに所蔵されている。また、コレッジョが本作品を描いて以降、キューピッドの教育は西洋絵画においてしばしば描かれた主題となっている。 ありがとうございます。